じゃあお渡しします。よろしくお願いいたします。住宅支援制度につきまして、11月5日の日に福島県から、12月今年28日で、取り上げ制度を打ち切るという話がありまして、はい、その件についてなんとか、それを新規受付ということですね。そうですね、はい、ですね、新規受付ということでございます。はい、私は実は昨年の8月に、福島県郡山市から今静岡県富士宮市に実施避難をしております。まだ家族も、親類一同も残っております。今福島県の県民としましては、子ども被災者支援法がどのような形になるかということを非常に、興味深く、また当事者として見守っております。その形の中で自分たちが、得られるものに対して、動きを出そうということを考えていた矢先に、またこの、人としてやっぱり住む場所を確保するということの、ものが、その被災者支援法を制定待たずに取り外されるということに対しては非常に驚きと不安を隠せない状況であります。なんとかその子ども被災者支援法が成立するまでの間の存続をお願いできないかということで今日参った次第です。どうぞよろしくお願いいたします。福岡、九州の方にもたくさんの避難者が今、ね、はい、来ています、はい。でどのぐらい来ているかもう把握すらできないという状況がありまして、私たちがつながり合って支え合うということも難しい状況があります。ただ最近になって避難してくる方たちの特徴としてはですね、実際にお子さんやまたは大人に、いろいろな健康上の異変を抱えて、健康を害して避難をされるという方もたくさんおりまして、で今回のこの福島県の新規 の住宅支援打ち切りということはですね、非常に空白期間が生じてしまう。で今の時期に避難をしてくるという人たちは本当にすぐに避難をしたいという方たちです。でそういう方たちの支援が薄くなってしまうというのは本当に大変なことだというふうに私たちはとても危機感を感じています。ぜひ避難者の状況、それから今被災地に残っていて避難を考えている方たちの状況をですね、広く現状を把握していただいて、この件に関して空白時間期間が生じないようにという措置をですね、何卒よろしくお願いいたします。はい、私は妻と娘を京都に避難させていますが、自分は今残りまして、残された子どもたちのための支援活動をしています。これをちょっと見ていただきたいんですが、はい、現状福島はですね、やはりレベルの高い放射線量にさらされているというところがありまして、モニタリングポストだけではちょっと測りきれないところがあります。一番最初の写真は渡りの学童保育の前に立っているモニタリングポストなんですが、間近で測ると確かにモニタリングポストと同じような数値を表すんですが、0.3 ですね。で5メートル離れると 0.5、 10メートル離れると 0.7 なんですよ。そうするとそこが隣が神社で子どもたちがやっぱり遊ぶわけですね。で 0.3 という数字を見て遊んでいると実は 0.7 だということがあります。こういったちょっと誤解を生んでしまうような、判断基準になってしまっているという側面もありますので、やはり過半型の、ポータブル、しかも性能のいいもの、お母さん方も扱えるようなものが、例えば学校区にあって、それが定期的に持ち出されて通学路を自分たちで安全確保する、もちろん環境省の方なんかにも入っていただいてご指導を仰ぎながら一緒に進めるとすることによって、在住する、選択をしている子どもたちをサポートしていただけるんじゃないかなというふうに思います。こういったことは福島に住んでいる者たちはうすうす感づいております。5ミリシーベルト、20ミリシーベルト、そういった数値というのは非常に子どもたちに誠意のない数字だと僕は思っております。ここに子ども被災者支援法と子どもということをつけるのであれば、私は1ミリシーベルトに断固譲らないということをぜひお願いしたいと思っております。それができないのであれば、私はこの法律の名前に子どもという名前を言葉を入れるべきではないと思います。これを子どもという言葉を外すか、もしくは大人、これで5ミリシーベルトにして喜ぶ大人がいることも分かります。でも子どもという言葉が入っている以上は、やっぱり子どもを守る支援法であるべきであって、私どもは、私は個人的にも1ミリシーベルトが基準値にならないのであれば、子どもに対しても未来の子孫に対しても全く恥ずかしい
思いの法律ができてしまったとしか思えません。ぜひそこのところをしっかりとわきまえて進めていただければと思います。以上です。シーベルトに私どもこだわりがあるわけではなくて、そういうことをおっしゃっている方がいるというだけの話でございまして、まあ、いずれにしてもどんな書類にしてもですね、その根拠というものは明確に明らかにしていなくちゃいけないと思います。子どもたちを受け入れていただくことで、原発事故と地震というこの複合災害がどのように子どもたちの生きていく権利を脅かしかねないのかというような危機管理の意識も広がっていくと思います。子どもたちを受け入れることで、これからの社会を作っていくのに大事な観点というのを全国レベルで考えていくことができると思いますので、ぜひ雇用プログラム、移動教室へのご支援、また福島県内の自治体への広報ですとか働きかけを合わせておりました。文部科学省の方でですね、その移動教室の事業については、24年度の予算をはるかに上回る数倍の予算要求を確か25年度要求でしてたというふうに記憶しておりますので、まあ、文部科学省でもこう真剣に検討されているのかなというふうに考えております。全く今回 の、 選挙の中から被災者支援が選挙の争点にはなってない。さらにその各党もあまり力入れてないと、ようやくあの端っこの方に入ったというのことはねあったようですけどもね、それは非常にあのなんかこう寂しいというか孤立感といいますかね、ちょっとあの怖いなという気がします。まだ1年半2年も経っていない中で、今も被害が続いている中でね、今日大事なのはやはりあの喫緊の課題、急いの課題としては住宅ですよ。やはり新たな避難者に対する支援を打ち切ると、一方で帰還者には、なんていうその理屈を曲げて継続して支援を新規の支援をしていくというですね、この一番恐れていた、被災者の分断ということですよね。垣根を築いていくという、ここがあの支援法で解決していくんだと、これはやっぱもう急ぎの課題ですから、住宅のことが、なんせ大きい話題だと私は思います。